2021年令和3年10月2日土曜日、14日解散、来月7日総選挙、26時公示、岸田氏意向を固める。自民党岸田文雄総裁は1日14日に衆議院解散を踏み切り、26時公示、11月7日に投開票の日程で衆議院選を行わせた。人事が可能では茂木敏充外務大臣、外務大臣、国務予算が再任決まり、なるそうです。うん、財務大臣、茂木大臣、財務大臣、鈴木大臣、官房長官、松野大臣。うん、ワクチンの使い方、イザヤ15兆ですかね。うん、ワクチンの使い方、新型コロナワクチンの差はイザヤ15兆ですかね。うん、眞子さまは26日結婚、小室圭さんと、会見、儀式なき一時金辞退。うんうん、おめでとうございます。うん、小室さん、眞子さま、おめでとうございます。失礼します。